おい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 ヨシーカントリーへようこそ。Don't mind。 今日は何かが起きそう。はい、いきなりですが、お二人にフィッティングをしていただいて、そのままの流れで、はい、はい、ヨシーカントリー行っちゃうみたいな。ちょっと天気良くなったんで。おっしゃる通り。そうですね。おっしゃる通り。ということで、急遽ですが、二人と、はい、ラウンドをさせていただくということで、はい、もう組はどうします池田さん。僕と池田さん、お二人ギークスチームで株の何パーセントがいただけるっていう話です。いつも組んでるんですね。そうなんですね。じゃあそっか、グリッチガップとかもやられてるんですか。上原さんと、はい、池田さんち、はいはい、で川野さんと日野と、分かりました、いう感じでダブルスをやりたいと思います。はい、しました。ルールはダブルスでベストボール方式、はい、2人打って良い方のボールをチョイスしてって、やりましょう。はい、分かりました。マッチプレー、マッチプレーでいきましょうか。はい、はい、じゃあマッチプレーで、はい、大丈夫ですか。何か罰ゲーム考えなくていいですか。今のところ大丈夫です。いや、男のプライドをかけましょう。ここはプライドですよ。はい、はいはい、ということでダブルスをしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、今日は吉井カントリークラブさんでお邪魔しております。インコース397ヤードパーです。まあ右ドックですね。じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。あ、左行ったしょ、うん、でも大丈夫、ちょっと待ったけど、ナイスです。ナイスショ、ナイス、うん、はい、ナイス、ナイスショ、ありがとうございます。安心して打てます。ありがとうございます。発声準備しといた方がいい。あ、わ、わ最初はどこ行くか分かりませんので、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、風が出てきました。おい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 、わざとシーカントリークラブさんをすごく堪能させていただいて、いきなり溶岩に、はい、ありがとうございます。はい、わざと言うの、溶岩に当たるとああいう感じになるんです。傷だらけでしょ、あれ。絶対傷だらけだろうね。よろしくお願いします。はい、お願いします。うわマジで残念ながら溶岩に当たってなかったな。超えてきました。マジでヨシーカントリーへようこそ。いや、ショックなんだけど、今のちょっとショックですね、これは。まあ、ベストボールなんで、はい、池田さんはもう突破マンで、もう間違いないと思うんで、いや、ここでちょっと判断欲しいな。そうですよね。じゃあお願いします。お願いします。よいしょー、うん、よいしょ、あ、ありがとうございます、うん、だ、うん、うん、ナイス、よいしょ、ありがとうございます。さあ、見に勝つともベストボールが分かるっていうね。はい、すいません、いやー、お二人とも緊張してました。緊張してないんですよ、むしろ、ね、よかった、まあ、全然余裕だと思ったんですよ。どっちかというと余裕が出ちゃったって感じですか。そうですね、レードもしとしては全然なんか楽じゃないですか。だんだんの使い、まだ今日フィッティングしただけで、まだ、そうですね、フォーティーさんのクラブ使ってないですからね。はいはい、フォーティーさんのクラブだったらまっすぐ行ってたんですね。そうだったら僕はちょっと怒りました。はい、おい、確かに。しかも今ティーショット打つ前に下の練習場もちょっと行って何発か打ったんですよね。その時はすごく良かったんですよ。そうですね、はい、ただやっぱコースに出るとやっぱほらメンタルだよ。川野さん、はい、味方なんで言いますけど、いい球でした。ただ溶岩が目の前にあった。ありました。140ですかね。140打ち下ろし入れて、はい、140。風はもうアゲンスト、アゲンストですね。かなり完全なアゲンストですね。あー、やばい、ちょっと右に流されてる。上がっちゃった。どこ行ったんだろう、全然見えない。フェアウェイ、ちょっとこうベロみたいなところですね。あー、ほんとだ。あー、あ、うん、あー、バンカーです。あー、これ引っ掛けた。バンカーかな、入りましたかね。
ドマです。すいません、あ、いえいえいえ、大丈夫ですよ。ナイスショット、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 ありがとうございます。ナイスショット、よし。さあ、どっちのボールでって話ですよね、これ。特権ですね。はい、はい、あの池田さん、どっちですか。どっちでもいいです。池田さん、あのお任せ、あのバンカーの場所によって決めていただければ。ダブルスでバンカーやるの初めてかもしれない。確かに確かに確かに、確かに池田さん、なかなかダブルスでバンカー見ないですよね。ないですよね。先行かれますか。どうぞ、先どうぞ。あ、じゃあ、いいですよ、どうぞ、そのまま多分。Don't mind。 いや、本当にこれ打たないと分かんないですけど、はいはい、吉井カントリークラブさんのバンカーはめちゃくちゃ難しいんですよ。あ、そうなんですね。あの砂ちょっと手前入るとこう飛ばないんですよ。あ、なるほど。で、今日雨降った後だったので、より、はいはい、難しいと思います。なるほど。うわ、本当だ。で、目玉になっちゃう今日。本当ですね。うわ、イエーイ。もうそのまま行っちゃいましょうか。そのまま行っちゃいますか。はい、僕のボールで、はい、あ、行きますか。うわ、こうなっちゃいますね。すみません、これ選択を間違えましたね。これは難しいね。そうですね、あのド M だなと僕は思ってました。ナイスナイス、入っちゃう、入る、入っちゃう、入る、おー、惜しい。あ、ナイス。ここでパー取られたら僕ら急にプレッシャー感じますよね。ちなみに速さはどれぐらいなんですかね。結構ヨッシーさんのこの下りはまあまあ速いです。速いですか。はい、じゃあちょっと私がまず打って、そうです、ね、どんな感じかを、距離感大体まあ、はい、ジャストタッチのイメージで。わかりました。強いですか。止まんないこれ。おお、はいや、はいや、はいや。持ってこい、持ってこい、切れろ、持ってこい、切れろ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 、OK です。ありがとうございます。はい、ということで、このホールは我々チームがパーということで、ワンアップ、よし、ワンアップ、イエーイ。あのバンカーに入ってたとは。今日のバンカーまた雨の水含んでるからすごい難しいですよね。いや、難しいですね。いや、だから池田さんたちバンカー選んだからド M だなって。11番ホール、まあ、距離200、約200ですね、200、パー3、結構上げてますよね。上げてますね。いいとこよ。いいんじゃないこれ。まあ、いけ、まあ、いけ。あ、ちょっと曲がり早い。バンカーかな。バンカーですかね。うん、でも結構風ありそうだなこれ。はい、じゃあ僕は20度でいきたいと思います。うわ、上がっちゃった。真上。すげえ上がった。真っすぐ。全然これ見えない。見えない。最後見えなかったですね。カルさん、これバンカーに入ってたら大変なことになってると思います。超目玉だと思います。目玉ですね。悪い顔してます。撮っといて、撮っといて、池田さんの今の悪い顔。嬉しそうにおっしゃってましたよ、今。俺も左行き過ぎたね、今。20度の 5F です。はい。うわ、ナイショ。あ、でもこれも上がってるな。ボールが高く。うん、ナイスナイス。はい、ありがとうございます。さあ、地獄みたいな状態になってないことを。人のバンカーいじったから俺がこうなった。バチャだった。ないな。あ、1個ボール奥にある。あれ？あれ？あれ、俺、うん、行ったんじゃないですか。行ったんじゃないかな。ありました、僕のボールです。よし、間違いない。ナイス、これはでかい。これはでかいよ。その方が遠いかな。はい、はい、一応この武器も持ってきました。出た。俺も使おうかな。チーム内だったら貸し借り OK みたいな。あ、なるほど。どっちがいいですか、先と後。僕が先、僕が先に打ちますよ。ですか、その方が多分。はい、おお、ナ
いスタッチ。ナイスナイスナイスタッチ。オッケー。マックス。あ、オッケー。あ、これですか。オッケーでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この距離合う。すごいな。まだ今日初パターンなの。初パターン。そう、初パターン。さっき打ってないですからね。打ってない。確かに。あ、これいい。お。これ、これ入る。もう止まっていいよ。ナイスです。ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパー。池田さん、はい、見てください。何のクラブをカナさんが使うか。おお。チッパーでございます。なんか見たことある。いきます。強いか。強いな。ああ、強い。最後ちょっと右に来ました。でも本当パターみたいに分かりづらいですね。ラインが出ますね。ね。これは結構いいな。止まれ。これはあるよ。これはあるよ。これはあるよ。右なかったですね。あれ？さっき右ありましたよね。越えてから右だったのかな。じゃあ先に行きます。はい。お願いします。よっしゃー。勝負強い。勝負強い。イエス。はい、このホールはお互いパーで、カノさん、日野ペアがまだワンアップです。よしよし、ナイス。12番ホール、パー4、395ヤード、まあ、ここはもうまっすぐドーン行ってもいいかなと思います。はい、じゃあいきます。はい、よいしょ。バンカーこれで。あれバンカーいくつであるんだろう。なんか嫌なキックしましたね。なんか前行ったようにも見えたんだけどな。230ぐらいのかな。久しぶりに 46.75 使っております。不要です。やばい、どっちに。どこ行った。左。珍しいですね。初めて見た。で、僕先に行きますね。はい、どまいです。すいません。大丈夫です。これだけ宣伝しといてこのミスね。長尺長尺使ってこのミスね。あの長尺出るんだよね、これ力むと。よいしょ。やばい、戻ってこい。何回行っちゃうかもしれない。あー、まっすぐ行っちゃった。以外行っちゃったね。くじ台。おー、池田さん左来てる。どこ行ったんだろう。左ですね。左ですね。左。今日は何かが起きそうですね。といっても、まあ僕はあの普段通りですけど、池田さんちょっとおかしいな。いやいやいや、この前良かったからね。はい、今日ダメな日ですね。あれなんじゃないですか。正月で餅食いすぎたんじゃないですか。力出ちゃってんじゃないですか。力出ちゃった。餅食いすぎて。そうかな。正月明けだからもう。持ち食いすぎっす。気をつけます。これはなかなか大変なことになりましたね。池田さんのは俺前に行ってる気がするから、あそこは広いんで悪くないですけど、うちらチームはもうカナさんのボールがいいところにあってくれることを願ってます ね, りますね。はい、これ線が入ったアスリクソンです。アスリクソン、はい、あ、ありました。イエーイ。でかい。ここにラフ、ここにあります。あ、どっちがいいですか、バンカーと。そっちにします。普通に、まあ、つま先下がりですけど打てます。じゃあそっちにしましょうか。はい、このあのボンボンの間ぐらいだよね。ここバンカーあるんでしたっけ、先。バンカーは手前にあります。先はないです。多分これで乗ったらちょっとはプレッシャー感じてくれると思うんで。だと思いますね。まあ、僕らから行きましょうか。僕らから、はい、160ぐらいのイメージでいいと思うんですよね。はい、160ぐらいで行ってみます。はい、お願いします。はい、うまい。あー、ちょっと捕まって、いいところいいところいいところだ。あ、大きい。おー、でもピンが結構奥なんですよ。はい、だから多分いいとこだと思います。はい、パーは取れると思います。8番で行きたいと思います。はい、いや、いろいろ考えちゃった今。いや、考えちゃった。どんまいです。おしゃれにさ、
フェード打ってさ、風に当ててってとかさ、よくないよそういうの。打てもしないフェードを打とうとしてるからね今。6番アイアンでいきます。あーやべ、まあでもあーバンカー入っちゃったか、入ってないか、はい止まったか。うわー全然来たねこれ。じゃあ9番で打ちます。あこれいい、風で風で乗れ、風に乗れ。おー近い、ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。そんなのさん、はい、そこのバンカーの方に行ったような。あ、こ、これあ、これ俺、いや、これ、あ、俺じゃない、あ、違うかも、あ、違うの、これ、ブリディッション、これ俺かもしれない。あ、そう、こっちだ。あ、じゃあ奥のラフですね。いやあれはベタピンっすね。ありがとうございます。さすがにあれ、池田さんは入るよ。下ってますよね。そうですね、下りフックかな。あー強い、入っちゃって、入っちゃって、うん、うわ、いやいやいや、まあまあ、ちょっとライブ薄いですからね、まあまあ、いやちょっとパンって入れたくなりますよね。そうですね、これはこれは難しい。いきます、58度です。これもでかいんじゃないか。スピン、うわかかんないか、スピンそんなに。くー、あ止まった、でも止まって、うわ結構いくな。うーん、どっちもどっちどっちもどっち右縁ぐらいですか。そんな感じです ね、イメージは。なんかこっちの方が近くは見えるんですけど、近いは近いですね。こっちにしましょうか。そっちにしましょうか、はい、わかりました。じゃあ取ります。はい、はい、まあ、ここで僕らが粘ってパー取りたいな。そうですね、プレッシャーを。あー右に出ちゃった。なるほどね、オッケーです。はい、ありがとうございます。いや曲がるかな。いや曲がんない。おほい、だーだーいやいやいや半分入りましたね。半分入りました。覗いた覗いた。もうここはもうあの参りましたね。ですがバーディーパット見ましょう。あ、おい、うわ、オッケー、ナイスパー。でも、今の、まあ、今のもうオッケー出たね、勝ちです。そうですね。はい。ただ、やった方がいい。せっかくなんで。あ、どっちでもいいですよ。やらなくてもいいですけど、いや、やりましょう。YouTube 的にはバーディーみたいですよ、ね。そうですよね。はい。オッケーですよ。オッケーでもう勝ちなんですけど、はい。打っときましょう。じゃあ打ちます。おお、ナイスバディ。ありがとうございます。ありがとうございます。ここは。曽根原さんと池田さんチームがバーディーということでトータルマッチイーブン。ありがとうございます。ナイスバーディー。ありがとうございます。いやもうあのセカンドセカンド良かったですね。良かったですね。はい。ちょっとミス多かったね。